船橋の市議会議員の朝倉と申します。本日は、京都精華大学の三河香織さんの研究室に伺って、漫画のことについてインタビューさせていただき、少し対談させていただきたいと思っております。で、私自身も、青年期に明日のジョー、千葉哲也さん、高森康夫さんの明日のジョー、そして、松本零士さんの銀河鉄道999の影響を受けて映画を見たときに、その映画のパンフレットを10回ぐらいその後引っ越したんですが、なくさずに撮ってあるぐらい、やはり私にとって大きな影響を受けた、漫画というのは大きな影響を受けたものでありまして、今日本全体で漫画が文化の一つになってますので、ぜひその話を伺いたいと思います。で、これからのお話していただく三河香織さんは、いろんな編集に携わってきたんですが、一番有名なものとしては二宮智子さんの野田のカンタビーレ の編集をされた方で、今はここの精華大学で教鞭を捉えているということで、お話を伺いたいと思います。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、簡単に自己紹介。はい、京都精華大学漫画学部漫画学科ストーリー漫画コースの教授をしています三河香織と申します。現在は副学長、教育企画担当副学長も務めております。で、本日よろしくお願いします。で、三河さんにまずお聞きしたいのは、うん、その幼少期とか、青年期に、漫画を読まれてたことで、多分漫画編集を目指す道に入られてたと思うんですけど、はい、どういう経緯とかどういう作品に触発されて漫画編集の道に入られたんですか。はい、まず漫画家になりたかったっていうのがありまして、幼少期から非常に漫画が好きで、絵が好きだったんですけれども、特にその漫画で描かれている絵、その物語みたいなのにだんだん魅了されるようになってきました。でも小学校の低学年の頃はキャンディーキャンディーだったりとか、あとベルサイユのバラとか、ガラスの仮面もちろん、そういう有名な作品を読んでいて、高学年ぐらいになって、徐々にこう自我が目覚めて難しいことを考えるようになった頃に、24年後と言われる少女漫画の先生たちの作品群ですね。一番好きなのは萩尾本先生で、あと竹宮恵子先生もいましたし、あとは青島優子先生だったりとか、そういったところの作品、SF 作品だったりとか、哲学的なアプローチのある作品などをすごく読むようになりました。で、先ほども一番好きという表現したんですけれども、自分の人生に一番影響を与えているのは萩尾本先生が書かれた作品です。で、その後に、美術大学に行って、デザインとか学びながら漫画家にデビューして漫画家になってやろうと思ってたんですけれども、美大に落ちまして、で浪人して普通の文系大学に行ったんですけれども、そこで、ちょっと縁があって、角川書店のアスカ編集部でアルバイトをすることになり、でそこで漫画編集の仕事みたいなのを近くで見たりとか、自分が憧れていた萩尾本さんや竹宮恵子さん、青島優子さんなどの作品の生原稿を見ることになり、いやこんなうまく書けねえやとかっていろいろなことがありまして、漫画家の道は諦めたんですけれども、漫画編集という仕事は楽しそうだなってその時感じました。で、その後に一回旅行会社に勤めたんですけれども、やっぱり漫画編集の仕事が楽しかったなっていう気持ちが抑えきれずに、角川書店で雇ってもらえないかって言ったら、正規の社員ではなかったんですけれども、当時漫画編集部が拡大していた最中だったので、ちょうど良かったということで、そこで働くことになったのが漫画編集者のきっかけです。ありがとうございます。ご経歴を紹介いただきましてありがとうございます。で、私も実は萩尾本さんの100億の昼と1000億の夜という作品を読ませていただきました。これはミッセリューが原作で、SF の漫画なんですけど、やはり私
男性でしたので、当時少女漫画の表紙の例えば花と夢とかマーガレットとか、あれは手に取れなかったんですが、こういう形でその私、まあ、理系なんで SF が好きで、こういう形になってくれると、まあ、少女漫画の方でも読むことができまして、非常に面白かったです。それでこの間インタビューさせていただくので、いろいろ伝記を、まあ、自伝を読ませていただいたんですが、里中真知子さんの漫画を描く、そして竹村恵子さん、まあ、ここの後で話が出ると思いますけど、学長もやられた、竹村恵子さんの、これ両方とも2021年、つまりコロナの最中に、多分コロナの期間を利用されて自分 の, 取り組みをまとめられたと思うんですけど、勉強させていただきまして、まあ、少女漫画の先駆者たちが、築いてきた苦闘を少し学ばせていただきました。さて先ほど編集の世界に入ったということなんですが、その編集の世界に入って最初にはどんなお仕事をされたんですか。の、まあ、のだめのことをこれから後で話しますので、はいはい、のだめの前はどんな仕事をされたんですか。まあ、のだめの時はフリーランスになって、はい、講談社で、はい、担当したんですけれども、その前は角川に入ったので、はいはい、角川のアスカ編集部のヤングロゼっていう雑誌で、20代前半の女性に向けての恋愛雑誌ですね。で、当時少女漫画を卒業した後の、まあ、レディースっていうジャンルっていうのが立ち上がって、でもレディースだと少しいやらしいものっていう感じだったんですけど、うん、そうじゃない青春を終えた後の女性の生き様みたいなところで漫画を作ろうという感じで、で少女漫画を卒業した漫画家さんたちと一緒に漫画を作るっていうことをやってました。で当時担当していたのが、それこそ青春期に読んで非常に強い影響を受けた大島由美子さんを担当しましたし、80年から90年にかけての非常にサブカルチャーの代表的な漫画家さんだと岡崎京子さんだったりとか、とも、ヒルダースケルター、そうですね、はい、私が担当したのは千原ちゃんと映画化もされましたけれども、うん、それを担当していました。でも角川の漫画の編集のやり方って割と有名で、すでに人気のある漫画家さんに、まあ、業界用語で口説くっていうんですけれども、うん、なんとかうちの雑誌に書いてくれませんかっていうのをしょっちゅう電話したりとか、連絡をしたりとか、して、まあ、一緒に遊んだりとかして仲良くなって書いてもらえるっていうところまで持ち込むみたいなのが、まあ、営業みたいな仕事が主だったんですけれども、まあ、そういう中で、まあ、いろんな漫画家さんを口説いて書いてもらうって、まあ、大島子さんはもともとアスカで書いていらっしゃったので口説く必要はなかったんですけど、なのであんまり作品に対するプロデュースっていうのはあまりしなくて、まあ、雑誌の方向性と漫画家さんが書きたい方向性みたいなのの調整ぐらい、あとは出てきた作品を初めて読む読者としての感想だったりとか、まあ、ここは直した方がいいなと思うような明らかななんかちょっと不具合みたいなところを指摘するぐらいのやり方で漫画編集っていうのをしていました。で、その後講談社に今度はフリーランスとして業務委託契約を交わしまして、漫画編集の仕事を始めるんですけれども、まあ、講談社っていう会社の漫画に対する取り組みっていうのが、まあ、ジャンプをしている集英社にはもう全部才能が向こうに行ってしまうからもう勝てないから、まあ、言ってしまえばちょっと漫画さんが失礼かもしれないですけど、1軍に2軍で勝つみたいな感じの編集方針だったので、漫画家さんに面白い漫画を描いてもらいましょうみたいなアプローチだけでは足りないから、自分たちも一緒に漫画を作るっていうような形でかなり、漫画に関与するっていうやり方をしていた会社なんですね。今もそうなんですけれども、でそこで漫画の企画から、これはどこが面白いんだ、どういう人が読むのか、それを考えてるのかみたいなところから始まって、毎日毎日この漫画のここが面白いとか、この漫画を広告したからこうなったんだよみたいな話を会議でもするし、飲み会でもするし、ちょっと休憩した
ティーブレイクの時にもするしみたいな感じでも本当に漫画をどうプロデュースするのか漫画家さんからどう才能を引き上げていくのかあとは、自分がアイデアをどう出していくのかみたいなことをすごくそういったコミュニケーションから学んでいてで、まあ、そういったやり方の中で結実していったのがこの野田のカンタービレになります。ありがとうございます。私も野田カンタービレに読ませていただきまして若干ほんの少しネタバレがありますので見てる方はご容赦いただきたいんですがほんの少しだけです。大体9巻か10巻ぐらいまでは日本編なんですね。日本でのだめというのとその、まあのだめという変わった 女性の方とそれから千秋さんという、まあ、素敵な男性の方が出会うところから物語が始まってで、まあ、10巻あたりから最後の、23巻あたりまでが欧米で2人でその、フランスなどを中心に欧米でその音楽の、アプローチをするで最後の2巻日本に帰ってきてという場面になっております。で私自身が前巻を本当に感動して読まれた方には若干申し訳ないところがあると思うんですが私自身が一番面白かったのはその日本編でそののだめの登場からシュトレーゼマンという、ミルヒー・ホルスタインという変わった、セクハラまがい の指揮者が出てきたところとかちょっとお互いの、登場人物の恋愛関係の話とか、が出てきてそこで、展開が進んでいって私が一番感動したのは8巻のところで、千秋という副主人公 の、ヒーローに相当する方だと思うんですが千秋があることで飛行機恐怖症になって欧米に行けなかったとそれをのだめがある方法で癒すんですね。でそれで、千秋が飛行機に乗れるようになった後に千秋がヨーロッパ行くことを決めてそののだめを誘った時にのだめがその私は音楽の世界で成功したいなんて思ってないと幼稚園の先生になりたいとだからヨーロッパに行かないと断る場面があってすごい印象的でした。その後いろいろ展開があって2人ともヨーロッパに行く展開になるんですけどそこでちょっとお聞きしたいそれで、あと一番感動したのが 1巻の一番最初のところ比較的最初のところにあります見開き1枚これ著作権の関係でお見せできないのでぜひ1巻のその場面をお読みいただきたいんですが野田目の部屋が出てくる場面があってピアノがあってすごい散らかっていて、サキイカという箱もあって本当に女性なのに、すごい部屋が散らかってると変わった女性というところの見開き1ページの紹介がすごい衝撃的で多分画像としてはそこが一番心に残るんです。でこれは最近の作品で進撃の巨人伊佐山さんが描いた進撃の巨人の、作者のインタビューを見たところ巨人が壁をの、上から顔を出す場面あそこに全力をかけて勝負だと思ったと描いたという風な話を伺ったんで、多分二宮さんも、あそこの、ピアノの部屋の場面は力を入れたんではないかと予測してるんですけど そこら辺二宮さんとのこう編集の中での思い出とかこの企画をやって どういうことを体験されたか語れる範囲で語っていただきました。今伊佐山さんがそこに力をかけて書いたっておっしゃってた通りやっぱ漫画の連載の1回目はどこか読者の、心をギュッと掴んでいくそういうものを一番目につかなきゃいけないっていうことがありますのでもちろん野田目でもどこでギュッとやるのかっていうことは、考えてたんですけれどもそもそもその先ほど紹介していただいていた野田目の部屋が汚くてその、段ボールだったりとかゴミの袋に入れたままのゴミが散乱している中で、ど真ん中にグランドピアノがあってジャージで弾いているっていう姿それはもともと写真であったんですね。でファンの間では有名な話でモデルになる音大生のリアル野田目ちゃんっていう子がいましてで宮本先生のファンで当時ファンと
あの二宮さんの距離も近かったんで、オフ会とかでお会いしてたりとかしたんですけれども、その二宮ちゃんの、まあ、友達がその二宮ちゃんにその部屋と二宮ちゃんがジャージでピアノ弾いてるのが面白いっていうんで写真に撮って二宮さんに送ったんだそうなんですよ。で二宮さんがそれ見て本当に大受けしたっていう感じで、まずその写真があったんですね。で、まあ、ちょっとその話は置いといて、で二宮さんが前やっていた連載が終わって、連載枠があるからなんか企画立てろっていうふうに編集長から言われていて、で、まあ、二宮智子さんと私で次どういう連載をやるのかっていう企画打ち合わせなんかがする中で、二宮さんの方からプレゼンテーションされた作品が一つあったんですけど、それとはまた別にこういうものもありますよっていうふうに出してきたのがその写真だったんですよ。でその写真を見せる前のプレゼンテーションはちゃんとまとめてあって文章になっていたりとかしてきちんとした説明もされてたんですけれども、その写真に関しては、まあ、ゲラゲラ笑いながら出してきて、でその時に野田めちゃんのキャラと千秋先輩のキャラみたいな2人 その音楽を中心とした恋愛コメディっていう、でもクラシックをきちんと書きたいっていう、そのくらいのざっくりとした話を語ってくれたんですけれども、なんか顔つきが全然違っていて、のだめちゃんの写真を見せながら説明してる時の二宮先生の本当に楽しそうな顔が印象的だったので、連載は楽しい子がいいだろうと思ったんでこっちでやりましょうって、うん、ということになりました。で、二宮さんがその時本当にいいんですかって言ったんですけれども、2つ企画書がきちんとある程度整っているものと、写真1枚で口頭だけの説明があったけど、この写真1枚の口頭だけの説明の方が、作者が楽しそうだったんでこっちにしましょうということで始まったんですね。それはすごい話ですね。その写真が印象的でも、その時にこれを1話でバーンと見開けて書きますっていう、それが私が印象に残った、うん、さっき紹介した写真、うん、そうです。だから、企画のプレゼンの時にもうこれは1話にのラストでバーンと入れますっていうのは、うん、まあもうその時に、宮宮さんの放送の中ではあったんですよ。で、私、まあ先ほども言ったんですが、その日本編は非常にこう人間関係の展開とかが非常に面白くて、はい、うん、結構没入して読めたんですが、うん、ちょっとヨーロッパ編に行くと、うん、クラシックの世界に入ってて、私音楽はあんまり詳しくないので、うん、まあ、ちょっとあんまり没入せずに、まあ、さらっと読んだ感じになっちゃったんですが、こののだめに対していわゆる本当音楽好きな人と音楽にはそんなに疎い人のこう受け止めというか、どれぐらいファンで、うん、どっちがどれぐらい比率だったみたいな、あとこれがだんだんと、はい、まあ、国民的な人気になってた経緯は、その連載の時からもう人気だったのか、それとも後で出てきたのか、うん、はい、まず、まあ、日本編とパリ編でちょっと内容が変わってきて、うん、パリ編でクラシックっていうものが中心になっていくっていうことに関しては、まあ、最初からそれは決めていたことで、日本編ではそういった二宮さんが得意とされているコメディ要素みたいなものにどれだけクラシックっていうものをきちんとやれるかっていうところで、である程度千秋先輩と野田めちゃんの恋愛的な、なんていうんですかね、まだ告白はしないけども完全にそうだろうみたいなところまで行くっていうのがあって、面白さそこですごく盛り上げるっていうのがあったんですけど、その後パリ編に行ったのがよくネットとかでも言われてるけど長引かせたとかいうようなことを言われてるけど、最初から一番最初の企画段階から日本編パリ編っていうのはもう分けて考えてて、もうやるっていうふうに決めていて、それはクラシックっていうものをきちんと書いていこうっていうふうなことの中で、やっぱり野田めがちゃんとクラシックに向き合った結果どうなるのかっていうことに関して、きちっと書きたいっていう意思が二宮さんの中にありまして、で、まあ、ピアニストと指揮者の違いなんですけど、野田めはピアニストで千秋先輩は指揮者なんですけれども、ピアニストはピアノを相手に自分とのが表現したものに表現するっていうジャンルで、指揮者は、まあ、軍隊みたいにオーケストラを弾きなきゃいけないので、オーケストラの実力が指揮者の実力っていうのにすごく影響が
あるので、指揮者が世界的に成功していくのってとても時間がかかるんですね。でもピアニストは一回覚醒してバーンと有名な人と組んでやっちゃえば、翌日には世界中のが知れ渡るみたいな、そういった鮮烈なデビューを飾るって、もうトップに立てちゃうっていう、そのジャンルの違いなんですけど、だからのだめが覚醒しちゃったら千秋くん先輩より先に行っちゃうっていうことは分かっているって、それをまあどう そのクラシックと向き合う中で、千秋先輩がそれも分かっててのダメをヨーロッパに連れていって覚醒させたんだっていう話を、どれだけちゃんと動けるのかっていうことに関して、のダメを音楽に向き合わせるっていうことは辛いことでもあるから、そんなにコメディ要素が日本編の時みたいに入れることはできないということは、もう最初から分かった上でやったっていうのがありますって。ただその後でのだめを読みすると、そのクラシックに詳しくない人はパルヘンから入ると、うちの弟もそう言ってましたけど、パルヘンから入ってからはちょっとついていけなくなったって言ってましたけれども、でも連載当時は売上、初版の売り上げっていうのが釣り薬で大体わかるんですけれども、徐々に徐々に上がってて、パリ編に入った後も、部数が落ちることなく、3日あたり2、3週間まで落ちることなく上がってったんですね。なので読者はついてきたっていうことで、じゃあ、どういう読者だったのかっていうことを、どういうとこからブレイクしていったのかっていうのを、推測をするに、まずはじめは音大の学生とかクラシック業界で活躍されている方が読んでくれた。それは音大が舞台だから、みんなクラシック業界で活躍されている方もかつては音大生だったので、ちょっとそんなのがあるって言って読んでみたって、読んだら今までの漫画にないぐらいちゃんと書いてあるじゃんっていうんで、みんなにのだめはいいよ、ちゃんと書いてあるよっていうんで広めてくれたっていうのがあって、でその後に音大を卒業した人たち、かつては音大生だったピアノの先生っていうのが、これは子供が読んでも面白い、ピアノのこととかがいっぱいあるから、ピアノに教室に来ている子供たちが喜んでくれるし、モーツァルトのこととかベートーベンのこととか理解しやすいんじゃないかっていうんで教室に置いてくれたんですね。でそこで中学生とか高校生とか、小学生まで読むようになるっていう感じと、あと、グラスバンドの学生、高校生ですね。でそれがそういう噂を聞いて、で特に自分の吹いているフルートが今回簡単高校の表紙になってるぞみたいな感じで読んでくれたりとかして、でそういうクラシック音楽業界の、表紙がそれぞれ、そうなんですよ、いろんな楽器になってるわけですね。そうです、これはオーボエですね。これが、そうですね、これが要するに打楽器のところですけどね。これをやっている子たちが、これがサックスですね。ブラスバンドでこれをやっている子たちが、自分のやってる楽器があるとやっぱ気になって読むんですって。で、そういうこともあって読んでくれたっていうのが ありました。で、でも日本のそのクラシックの教養層っていうのが結構厚くて、アマチュアオケの数が世界でトップレベルなんですね。だからプロだと少し難しくなるんですけど、アマチュアでクラシックを愛好している人の数、ピアノ教室とか通ってるの、あとブラスバンドの子たちとか合わせると相当な数がいたっていうのが、のだめをやってて分かってる。でそこを狙ってやってる話なので、その人たちがバーッと入ってきた時にすごい数いても、そのライト層に行き渡る前に大体、70万部ぐらいとかは行ったんですよ。でその後にドラマになって、今度はドラマを見たライト層、クラシックとか関係ないけれども、すごい面白いよって言って、のだめ読もうぜって言って読んだ人たちがプラスされてって、最終的には初版が120万部みたいなとこまで行ったっていうようなのが、当時SNS がなかったんで全部口コミで、あ、口コミですか、そうですか。
ただ、もし今 SNS があったら、のぞみの広がりはどうなったのか、ああそうですね、ちょっと想像すると楽しいですね。やっぱりその今の話を聞くと、パリ編をきちんと、うん、パリ編でクラシックのことを、うん、その正確な取材もされたんでしょうけど、うん、しっかり書いたことで、クラシックの、うん、コアな関係者が非常に広めてくれたのと、うんうんうん、まあ、ピアノ教室に置かれて、うん、最初の方が面白いことも含めて広がって、うんうん、そうですね、最初の方から実はクラシックのことに関してきちんと書いてあったんで、ああそうですね、だから、まあ、あのちゃんと書いてくれてるって、まあまあ、要するにもバイオリンの持ち方がちゃんとしてるから始まるんですよ。 あれがあのちゃんと取材してないとバイオリンの持ち方がおかしかったりとか、弦の当て方がおかしかったりとかするのが全部合ってたっていうんです、スケールっていう、うん、二宮さんも三川さんもクラシックにもともと詳しいわけではなく、ね、うん、取材されたって、取材してって勉強しました。 、はい、それは本当に演奏者とか、そうですね、うん、やってるうちに何かこうわざわざなんか手紙をくれた方とかがいたりとか、かなりプロとしては超一流の方なんですけれども、ぜひ皆さんに協力させてくださいなんて言ってくださって、まあ、その方のおかげでいろんなところに協力が増えてたりとか、あとはリアルのだべちゃんの友達の、先生だった作曲家 の、 大学の教授で作曲家の先生が楽曲面でのブレーンとかになってくれたりとかしました。そうそう、最初に話もしました、1枚の写真とその口頭で の、 そのイメージの時には2人ともクラシックには詳しくなかった、ないです。それで取材を通じてこれだけ正確なものが、そうなんですよ、ね、だから漫画家の集中力たるやすごいで す、 すごいですね。だからいろんな漫画家さんがいろんなものを描いてるんですけれども、まあ図とかだと自分が好きで描いてて、スラムダンクだったら井上さんが多分中高バスケ部だったと思うんですけど、そういうのはあるんですけど、全然知らないジャンルを一から勉強して書くことも多いです ね、 ですね、なんかね、知らないからこそ変な発想をするから、それで面白くなるっていうのもあるんで、まあ、この初期のちょっと話を戻しますけど、うん、まあ、初期のこの漫画、このこの電気とか読んでると、はい、編集者と、漫画家に非常にこう生活も密着したような形で、うんうん、例えば漫画家が描ききるまで、まあ、監禁部屋のみたいな感じ、うん、会社で作ってあって、うん、そこに編集者がしょっちゅう顔を出して、生活も一体化していくみたいな話が書いてあるんですが、うんうん、二宮さんとのこの編集と作者の関係のこう生活的なことも含めた濃さはどうだったのかということと、まあ今のこの2020年代の漫画家と編集者はその付き合いの濃さはどうになっているか、そこら辺を聞いていけば、私はその田中さんとか竹宮さん の、 その昭和の漫画編集者と漫画家の関係性みたいなのがまだね、結構色濃く残ってた世代の、まあ、後ろの方だと思うんですけど、まあ、二宮さんとはやっぱ野田がそれほどやっぱりお互い勉強が必要だったし、クラシックに関して間違いがあってはいけないっていうので一つ一つ確かめたりとか、あとまあこの難しいテーマの中で野田と千秋っていうもの、二人の関係性みたいなものも含めて音楽に向き合うみたいなことをまあ、やらなきゃいけなかったので、かなりしょっちゅう話してたりとか、二宮さんと私のお互いの価値観みたいなのを知らせ合って、その中でこの物語をお互いで理解した中で、進めていかなきゃいけないというのがありましたから、まあとにかく打ち合わせの時間が長かったのと、打ち合わせ漫画の話だけじゃなくて、その当時いろいろ起きた事件だったりとか、面白い漫画読んだよみたいな感じで喋ることとかもすごく多かったんですね。なので、まあ、一緒に過ごす時間が多かったと、電話してる時間が多かったっていうんで、まあ、そうなるともう二宮さんの私生活の中に入っていって、その中でもう打ち合わせの私生活の雑談も一緒くたになってくれたら、そのぐらいの濃密な関係はありました。でもそれは多分のだめっていう作品がそのぐらい編集者と
漫画家 の, あの考えていること、編集は、まあ、アイデアを出したりとか、読者にとってどういうふうに見られているのかとか、あの客観的に見て面白いのかみたいなのを判断していくんですけれども、まあ、それを判断する中で漫画家が何を意図して描いているのかとか、その今描いているテーマっていうものが正しいのかっていうものを漫画家と同じぐらい理解していかなきゃいけないので、まあ、やっぱり、同じぐらいクラシックっていうものを学ぶ、同じようなものをいろいろ吸収して、それに対してどういう価値観、価値を見つけたのかとかっていうのをすり合わせるっていう作業がやっぱり必要な作品だったと思うんですね。今のその漫画とか編集者の関係と2020年代ある以降、やっぱり今はやっぱりコロナの、影響で、コロナでオンラインでやってオンラインでできるじゃないかっていうのがあって、やっぱり そういうすごく濃厚な関係っていうのはちょっと少なくなってきたかなっていう印象で、やっぱりそういう濃密な関係を作れば、そこにはまあ人間関係としても濃すぎるので、まあ、リスクも高いですから、そういったものはあんまり、そのリスクを取っていかないっていう若者も増えたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。で、まあ、のだめと千秋は、まあ、結果的に音楽の世界で、頑張るということになるんですが、まあ、私が、たぶん同時代になると思うんですが、そのおたんこナースという佐々木智子さんの作品や、動物の医者さん、それも佐々木智子さんですけど、作品を読むと、やはり動物の医者さんをきっかけに獣医を目指して実際に獣医になった、まあ、私予備校の講師もやってるのでそういう話を聞くし、まあ、おたんこナースについても、まあ、これをきっかけに看護師になったという人の話も聞くんですけど、のだめの場合にはのだめを読んで音楽家に、なぜ、なったというのを話をお聞きするのか、あるいは それがない場合にはその、これを読んで、この読んだ方が人生にどういう影響を与えたのかあたりの感想のところ、読者からの感想があれば、はい、わかりました。なんか目覚め読んで音楽家になりましたっていう例がまだ出会ったことがある。それは多分私が美術系の大学にいて、音大系の大学にいないので、そういう旅館の人と出会うきっかけがないっていうのがあります。で、あとはじゃあのだめが、まあ、読者にどんな影響を与えたのかということを考えると、ファンレターをよくもらっていたので、漫画家さんに渡す前になんか変な内容じゃないかっていうのを編集者が一度チェックするんですね。でその中に、中学生の子が学校が嫌で、嫌なことしかないから学校行くのが嫌になって、もう行くのやめようかとか不登校になりつつあってたんだけれども、ある日のだめに出会って読んだらすごく元気が出たから、のだめを読んだら次の日に学校に行けたと。で学校が辛くても家帰ってのだめを読んでまた次の日グッとって自分はすごくのだめに元気をもらって励まされていますっていう手紙が来たんですね。でそれを読んだ時に、まあ、そういうのだめっていろんなタイプの時に行くんですけど、やっぱなんか元気をもらってますっていうようなことが多かったので、まあ、なんだろう、なんかそういったなんかこうなんとかなるさみたいな、そうです、ね、メッセージが、特に日本編にはあったのかなと思いました。本当にのだめ自身が自分の個性のままに生きて、生きていけるということを示してくれてます。そうですね。で私もなんか中学生とかの時にちょっとまあ面倒くさい中学生だったんで、まあ、いろいろ考えすぎちゃったりとかそういうとこがあったんですけど、先ほど言ってた24年ぶりの萩尾本さんの作品が大好きで、まあ、その作品とかを読むことでなんか、まあ、救われていたっていうか、自分という存在が、まあ、この世にあってもいいのかなっていうふうに救われていたので、なんかこう漫画の世界に入ってそう漫画に救われた自分が担当編集した作品で救われている人がいるってことは、なんか漫画に恩返しができてるかなっていう気持ちがしています。どうもありがとうございます。ちょっと次の話題に出していただいて、はい、ちょっと後ろに、はい、
この度三河さんにインタビューさせていただく機会を得たということで、他の編集作品も読ませていただきました。ただちょっとコスメの魔法までは読めなかったんで、もう一つ空想科学学園というものを読ませていただきました。でこれは柳田理香さんという人が原作で、そしてそれを漫画化したものです。でぜひこれもお読みいただければと思うんですが、実際柳田理香さんは私が、東大の理事にいた時の同学年にいて、東大の理事の出身者って結構研究者とか科学者になっている人が多いんですけど、彼はその方向に行かずに自然科学を面白く語ろうということで、一番有名なのは空想科学読本というので、SF アニメの矛盾を指摘するというようなシリーズを作ってまして、例えばアルプスの少女のハイジの最初のこのブランコで漕ぐ場面があって、こうやってこう漕いでる最初の場面があるんですが、あれを彼はきちんとこうなんていうかな、この長さブランコの長さを測って、その角度も測って単振動という物理の計算でできるんですけど、この長さでこの速度でこのブランコがここに来る場面があるんですけど、ここに来たらハイジの速度はこれぐらいになっており、そうするとハイジの握力では持ちこきらずに飛び出すに違いないとか、あとそのロボット系が空を飛んでたら流体力学の法則から首が飛ぶに違いないとか、そういうことを面白おかしく書きながら自然科学のことを伝えていくメッセージを出してます。で私も予備高校生になったので、教育の世界で自然科学を伝えていくということは一緒で、今回これを読ませていただいたんですが、空想科学読本とはちょっと違って面白おかしい要素もあるんだけど、結構科学の入門編として非常に興味深い内容がありました。ネタバレしない程度に言っておきますと、例えばパン食い競争というのが30メートル高いところにパンがあって、それを食べる競争する自然科学のいろんな手法を使って生徒たちがそのパンを食べるように、挑戦をするんだけど、なかなかうまくいかずに最後はカラスが食べちゃうみたいな面白い話があって、展開も面白いながら自然科学のことを学べるようなことの編集に関われたということですが、柳澤さんとの打ち合わせはどんな感じだったんでしょうか。そうですね、この学習漫画なんですけれども、漫画としての面白さみたいなものも、あるっていうような形で、で私はなんか担当編集というよりはその漫画の面白さの部分を担当してくださいという感じだったんですね。だから角川から出てるんですけど、角川の編集さんからそれを依頼されて、で柳澤さんからは柳澤さんともう一人プロデューサーとかしてる方がいるんですけど、そのお二人で作った原作というか原案みたいなものが出てくるんですね。でそのストーリーラインが立ってあって、でそれで小学4年生で学ぶ科学をここまでやるみたいな感じで、今回は河川だとかいろいろあるんですけれども、そういったものをいただいて、で、それを漫画として面白くするために肉付けをしていって、で肉付けをしていく中で漫画としてここで盛り上げたいとか、ここでピンチに陥らせたいで、ここでなんかウルトラ級のなんか解決策でピンチが救われるみたいにしちゃうときに、ここその自然科学を利用した流れの中で起こりうるトラブルを聞いたりとか、そのトラブル の修復の仕方みたいなものを何パターンか聞いて、で漫画的に面白くしたいんだったらこうしたいんですけどって言うと、柳澤さんが、いや、そうなると体が爆発するから死んじゃうからとか言われたりとか、なんかそんなことを繰り返しながら、物語に肉付けをしてて、こういうこれネームっていうんですけれども、このネーム構成するのが私の仕事だったんですけれども、柳澤さんと打ち合わせをしながら、なんかこんな感じで、メモ書きみたいなんですけど、こんな感じで、物語を大体流れをとか、イメージとかを言って、
なんだっけね、こういう漫画になると、まだ漫画になってないんですけど、漫画になるとこんなシーンになりますよみたいな、こういったイメージ書きも据えて、で柳田さんに教えてもらって、一生懸命勉強もメモして、これを どこに入れなきゃみたいなのを、やったりとかして、だから結構こまめに打ち合わせをして、会って打ち合わせをして、出てきたらそれを、メールで送って、それを見てもらってフィードバックをもらって、必要によって必要によってはもう一回会って打ち合わせしましょうかみたいな感じで、そういうふうにのことを繰り返して、さっき見せたそのネームの形になって、でこれを作画担当の方に渡して作画してもらってました、クラシックの後は自然科学を勉強されたんですいやでもそれ勉強するってことじゃないですけど、なんか私がすごい物語の面白さを重視して、ここでこうしたいっていうことを愛に言うと、今回こうなってこうで、これでこの法則がこうなってとか言って、わーっと説明してくれるのがすごい面白かったですね。その物語の、そうやったさっき言った30メートルの高さにパン吹く競争みたいな物語の原案は作られる、それはもうやり取り空想科学が出てくるんですよ。でその中を、このキャラクターをのテーマ、今回のテーマがどういうふうに関わっていくのかって、例えばキャラクター同士が喧嘩してるから仲直りする話を絡めようとか、新しいキャラが出てきてみんなに馴染めない話にしようとか、まあ、そういったキャラクターの、物語ってキャラクターが何か問題を抱えていて、それが解決されるっていうことが物語の原型なので、まあ、それと空想科学の今回のテーマっていうのを自然科学 と合わせてどうしようかなっていう感じで、見くづけしていく中でいろいろなことが起こるって感じです、はい、これも面白かったです。2つの編集のお話をお聞きしてまいりましたけど、実はこの竹宮恵子さんの本に最後に出てくるんですが、彼女自身がここの、京都精華大学の漫画学部の、学部長を経て学長までやられた方ということで、こちらの教育に、漫画からこっちの世界に来たということなんですが、三河さん自身はそのこちらの京都精華大学に編集を得られてきて、どういう経過でいつ頃に、こちらの教鞭を取られる形になったのか。多分のだめで注目されてったっていうのがありまして、よく精華大の、まあ、4年イベントに、孫をやっている学大学だったので、イベントに呼んでいただいていたんですね。でそんな中で少しサイトを利用した教育的な側面もあるけれども、まあ、ヒット漫画を作っていくっていうようなアイデアがあって、それをやってくれるとこないかなみたいな話を、ちょっと大学の漫画学の関係者の方と話していたら、じゃあうちの大学でそれやってみませんかみたいなことになって、で、まあ、なんか大学で何かそういう企画をやるには教員になってもらう必要があるっていうんで、2010年にそういった流れで漫画学部ではなくて社会で勉強するっていうところで特任として雇用されたんですけれども、でも漫画のサイトを構築するっていうことに関して、大学って企業とは全然組織が違って、お金をどう引き出すのかとか、どういうふうに持っていくのかとか、あと教育的な側面をどういうふうに立てていくのかみたいなことに関しても考えなければいけないんですけど、とにかくただの漫画編集者だったんで分からなかったんですね。でまあそういうことを竹山さんもずっと考えているし、別の先生も考えているから、そういう方と話しながらなんかやってくださいみたいな感じであれみたいな感じだったんですけども、でもまあそんな中でちょっと授業を持っていただく必要があるっていうんで、当時は漫画プロデュース講師っていうところで、ゼミをちょっと担当したりとかしてたんですね。でそういうわけで漫画プロデュースコースに関わっていたら、漫画プロデュースコースの専任の先生の方が辞めるっていうことになったので、じゃあその後に三河先生さんどうですかっていうふうに言われて、あ、なんかもうなんかその自分がやりたいって言ったその漫画
サイトみたいなものとかって、結構そのビジネス的なことで考えてたんですけど、それはちょっと大学では難しそうだなっていうのが、まあ、最初の半年ぐらいで分かったんで、じゃあまあ教育っていうものに関われば、少し自分の編集している作品の仕事とかにも漫画家の卵を持ってくれたりとか、まあ、別の側面が生まれるかなっていうんで、あんまり深く考えずに、ああはいやりますみたいな感じで2011年から専任として、今度は漫画学部の漫画プロデュースコースというところに所属になって、就任しました。ありがとうございます。京都精華大学の設立に関わっていたと言われている牧野啓一先生は、はい、実は私がの出身校である愛知県立の自主観光校の先大先輩でありまして、はい、なおかつ今私が船橋業をさせていただいているんですけど、船橋 の, そのサザンカサキちゃんというキャラクター像、船橋駅にあります、はい、あと、アンデルセン校にありますアンパンマー像の彫刻に関われた方で、はい、まあ、私のにとっても非常にご縁がある方なんですが、その牧野啓一さんが関わってこられたということで漫画学部できた経過があると思います。そもそもその京都精華大学ってのは どういうところからスタートしたんでしょうか。まあ、なんか言われているのがその、まあ、大学紛争があって、まあ、それまでのそのこう学生に対して高圧的だったりとか、その戦後引きずった教育方針みたいなのに関してもっと自由に学生が、教員と職員みんな同等の立場でお互いがお互いに影響し合って学ぶことが教育の理想的な形であるっていうふうに考えた方たちがいて、でその方たちが、まあ寄付行為とかがある中で、まあ、その設立したと言われていますね。だから、まあ、だからすごく自由な寄付で、1968年に今そんな感じで始まっている大学なんですけども、まあ、いろいろ紆余曲折を経て、まあ、一時期は人文学部のそういう自由な寄付で、なんか自立心を持った学生が集まっていたの で, で、まあ、割と自由にやらせてくれるっていうんで、すごく人気があったと言われて、有名な大学があっておりまして、その理念が自由自治自由自治か、うちの大学の理念なんですけれども、まあ、そんな感じの大学で、で漫画学部に関してはだから、まあ、そんな自由な企画があったので、今までその学びとは結びつかなかったポップカルチャーっていうのをいち早く取り入れて、で2000年に漫画学部が設立されたという経緯です。で、まあ今も学生さんいらっしゃると思うんですが、うん、その漫画学部に入ってこられる学生さん の, その最初の動機と、それから卒業の後の進路っていうのはどんな感じなんですか。うん、まあ、まずほぼ全員が漫画家になりたいということで、まあ、入ってきますね。でも、まあ、漫画家を学べば漫画家になれるというわけではなくて、漫画家になるための基本的な技術、あとは、まあ、どういった教養が必要かということをやるのが、まあ、漫画の教育だと思ってますので、まあ、その中でプロになっていくっていう選択をする人は、まあ、やっぱりそんなに多くはないので、漫画家になってもうこれで漫画家としてやっていけるねっていう学生は、まあうちのコースだと70人近くいるんですけど、まあ、その中でも3人っていう感じ で、あとは担当編集さんとかがついてて、まだデビューはしていないけれどもデビュー間近だったりとかして、で、まあ、才能的なものを見てたりとかすると、なんとか化けることもあるかもしれないから頑張ってほしいと思って、漫画家としてやってきますって言って、心から応援しますって言って送り出せる方が、まあ、プラス10人ぐらいでっていう感じで、で残りは漫画に関わる企業仕事っていうものがありますから、まあウェブトゥーンでの、制作者になったりとか、漫画編集者になったりとか、あ
と、まあ、ゲーム会社に勤める子もいたりとか、うん、まあ、あ、教員になる子も結構いますね、うん、教員になる子がいたりとか、うん、まあ、そんな感じで漫画に関わる子、仕事していく子、あとは一般企業に入る子っていうのもいます。卒業生ではどういう方がおられるんでしょうか。私が所属していた漫画プロデュースコースの第1期生で、今爆発的に人気のあるブルーロックのネーム原作をやっている金城くんですね、うんうん、彼が一番有名で出世頭だと思われます。あとなんか小説に書いた方もあるんですね。あれはカートゥーンの学生で、うん、何ですか、昨日、明日僕明日の僕明日の昨日の彼女とデートするそうそうそうちょっとループ時間がこうループしてくるっていう話で、そうそうそう、それがカーツンというコースがあるんですけども、そこの学生だった人が小説家になって、うん、書いた作品で、ハーツンのカーツンでしかやっていない、もうずっと動物園に行って動物をクロッキーするみたいな授業が中に出てきて、すぐカートゥーンになって、成果でカートゥーンになってで、撮影も来ましたよ。あ、そうですか。学生、映画化もされましたね。そうです、学生エキストラ募集とか出ました。ああ、はい、で、今のこの漫画学部で学ぶことって、うん、まあ、昔の漫画家のイメージはペンとかでこう、うん、こうガリガリと書いたり、うん、その手作業が、まあ、基本だったと思ったんですけど、今はこういろんなデジタル技術なんかもあるんですけど、うんうん、その比重というか両方やってるんですか。はい、まあ、最終的にはもうデジタルに移行していくっていう、うん、感じの考えなんですけれども、ま、漫画業界はほぼデジタルになってるんで、うん、プロになるんだったらデジタル技術が必要なので、うん、デジタルを教育っていうのは必ずやるんですけれども、うん、うち のストーリー漫画コースの特徴としては漫画はやっぱアナログ原稿っていうものから始まったので、それがまあ伝統技術みたいな感じですね。だから、漫画の伝統技術みたいなのを、まあ、本当にインクにつけペンで書くみたいなことを1年生の時にそれをやって、いきなりデジタルで書くよりも一回その伝統的なことをやってからデジタルに移行して、だからその紙でインクで書くっていうことの中の制限だったりとか、だからこそいいんだっていうところが、じゃあそういうものが外されてデジタルになった時により良いものが書けるんじゃないかっていう考え方で、あとはまあその漫画のアナログ技術っていうものをやっぱ継承して残していこうっていう、まあ、守っていくっていう方針もあります。生成 AI の影響なんかどうなんでしょう。生成 AI ですね、はい、で AI に関してはまだちょっと明確な答えが出てないんですけれども、うん、まあ、留学生、中国からの留学生が多いんですけれども、まあ、中国からの留学生の特徴としては、まあ、結構そういうツールとして AI を活用していくっていうのが生活の中にも入ってきているので、背景とかを AI でもバッとかに書かせて貼り付けるっていう学生もいるんですけれども、まあ、そういった場合 AI でやりましたっていうようなこと、まあ、ツールとして使いましたっていうふうに、まあ、言ってくれれば課題としては別にそこに制限をかけないつもりなんですね。ただ、まあ、これを AI をどんどん利用していって効率的に漫画を描きましょうっていうふうに考えたときに、今その AI がその学習しているものが何なのかっていうのが問題で、ネットにあふれている漫画とか画像からもうどんどん勝手に学習してるっていうタイプの AI をもし使ってたとしたら、その元になる画像に著作権がありますので、だから著作権リスクが発生しますよね。で今はその出てきたものに著作権のある画像が紛れ込んでるのかっていうのは分からないんですけども、もしその作成されたものがまた元の絵に分解されるみたいなツールが、うん、こう開発されたとしたら、それがバーッと分解されたら元の、著作家が、まあ、何かのチェーンとかで紐づいてたりとかしたらもう訴えられちゃうわけじゃないですか。だからそういうリスクがあるっていうことを、まあ、教えながら、プロになったら絶対に著作権リスクのない
AI を使うっていうようなことを、まあ、伝えております。あと国際展開のことにお聞きしたいんですが、うん、まずこの京都精華大学自身にその外国の、まあ、留学生がどれくらい入っているのか、はい、ということと、はい、を聞かせていただきます。まず京都精華大学は留学生が多い大学で非常に有名な大学でもあります。で、全体としてはもう3割が留学生です。で、漫画学部はもう4割から5割ぐらいが留学生になっています。で、留学生のうちの8割近くがもう中国からの留学ですね。で、その次が、韓国ですね。韓国からの留学生もとても多いです。で、あとはまだ数がそんなに多いというわけではないんですけど、アジアの国では、まあ、タイとかインドネシア、マレーシアとかベトナム、あと今最近増えてきたのが香港で台湾ですね、というところから来る方が多いです。で、アジアにおける日本のアニメとか、うん、まあ、漫画とかアニメの評価ってのはどうなんですか？うん、もうこれはすごく高いですね。で、中国はちょっといろいろな政治的な問題があって、表現というものが規制されている国なので、うん、まあ、そこで日本の漫画がどういうふうに生まれているのかっていうことをここで表現するのがなかなか難しいんですけど、まあ、すごく人気があるっていうふうに言ってました。で、アジアではもう日本の漫画っていうのが、版権を向こうの出版社と、要するに買い取ってもらうという形で、その外国版っていうのが出版されていて広く読まれています。今だとウェブだと、もうそういう版権とか関係なく読めてしまうの で、留学してくる子は日本語がちゃんと読めるんですね。ああ、そうですか。うん、だから多分日本、ウェブで日本語で読むということをやってるからだと思います。で、ヨーロッパなんかで日本の漫画とか、うん、まあ、こういう、そうですね、これはイギリスの、大博物館、非常に権威のあるところですけど、そこで日本の漫画というものが総括的に紹介するというような展示会が開かれて、そのパンフレットです。で、すごく人気があったらしくて、もうちょっと前に市長が言ったそうで、その外国でのヨーロッパ諸国での日本の漫画、その見開きのこういう漫画に関する興味関心みたいなのが高いっていうことがあると思うんですけれども、ただその海外での漫画っていうものは一種芸術として見られるので、原稿ですか、それを一枚の絵として活付けしているっていうところで、日本の漫画はストーリーが伴っている中での一枚っていうのとちょっと受け取り方が違う感じで注目されているっていう気がします。ちょっと世界から急に私、身近になってくるんですが、地方自治と漫画ということについてお聞きしたいんですが、先ほどこれ見させていただいたんですが、まあ、地方自治と漫画でまずその一番思いつくのは聖地巡礼ということで、エヴァの舞台で箱根に行くとエヴァがいたり、それからまあ有名作家 その最寄りの、まあ、例えば大泉学園には松本零士が、まあ、見えたり、像があったり、小倉にもあったり、長谷川町子の、とか、まあ、こち亀の、像があったりするというのは有名ですけど、その、まあ、なかなかこう聖地巡礼となってくると、それをよほどの有名作じゃないとなかなかできないというのがあると思うんですが、まあ、先ほどちょっとご紹介いただいて、これちょっとご紹介いただければ、はいはい、これは泉佐野市から依頼されまして、泉佐野市の、歴史を漫画にしましょうっていうんで、その泉佐野市の荘園を含んだそのなんていうんですかね、景観っていうものが限りなく当時の形を保っているってことで、日本遺産に日本遺産ですね、に指定されたんですね。で、それで、まあ、観光拠点整備事業みたいな感じで、重点的に入手しましょうっていうので、昔からお金が取れたっていうので、ちょっとこれで漫画でバーンとなんかやって、姫野賞っていうところの、
後付けをしてキャラクター展開もしたいというような話で、それで受けたんですけれども、まあ、打ち合わせする中で、まあ、オリジナル漫画を作って、それが、まあ、観光客を呼び込むような人気のある漫画になって、でキャラクターとかでいろいろと商品が展開できるみたいな話を聞かれたんですけど、言われたんですけど、まあ、そこまでするには、まあ、相当に有名な漫画家さんとかを呼んでこないと、まあ、やってきてくれないから、そういう漫画家さんはまあ忙しいからまず受けてくれないだろうし、ちょっと難しいとなると、漫画を描けるって、しかも歴史の縛りがありますから、その中で史実をたがわない中で、バトル漫画をやってくれって言われてるんですけど、バトルさせなきゃいけないとか、なんかそういうのを考えると、まあなかなかに難しいなっていうのがあって、まあ卒業生で漫画家をやっていて、ちょっとスケジュールが空いてる子が見つかったので、こういったですごく言われたことを、求められてることを消化するのがうまい人だったので、その人に頼んで、まあ、一応こういう話でやりましょうっていうので作った漫画ですね。だからこれはこの、冊子として、印刷して、泉佐野市の小学生に配られて、で、まあ、とりあえずはその自分の、故郷の歴史っていうところで、結構こう日本遺産になるような誇りのあるものがあるよっていうのは、子どもたちに知ってほしいっていうところで、まあ、観光事業まで結びつけるっていうのはちょっと、まあ、いろいろなことがあって難しいから、地域の中でまず、歴史を整理しましたっていうようなこと、ね、地域の歴史を知るために漫画を活用するということですね、そうですね。それと、漫画でその、まあ、この京都西武大学も京都市内に漫画ミュージアムを持たれているという話で、はい、まあ、漫画でこう集えるような、まあ、ミュージアム的なものを、まあ、私も船橋とかも含めて関東圏にもちょっと作った方がいいんじゃないかと思ってるんですけど、京都西武大学の漫画ミュージアムってどんな感じに撮るか。あれはまあ、なんかいろいろあったという聞いてますけれども、京都市と最初は協賛で、もう使われてなくなった小学校を漫画ミュージアムに改装して、そこで、研究機関でもあるので研究者が集中して、で、いろんなとこから寄付をされた漫画っていうものもそこにバーッと並べて、入場者数はもう自由に読める、でしか、あと展示会場があるので、展示会場では漫画を展示するっていうような感じで、今は、ある程度やったら京都市がじゃあもう聖火台さんだけで運営してくださいっていう感じで、まあ、最初からその予定だったっていう感じってことなので、まあ、聖火大学の研究機関およびアーカイブですね、なんか原作とか文庫とかをアーカイブしてるとか、重要な資料として、雑誌とか文庫本を、まあ、アーカイブしている機関として存在しています。はい、ありがとうございます。では最後にですが、私自身も最初に述べましたように、この銀河鉄道水難や下の城影響で高校生時代を過ごしました。で、銀河鉄道水難が宇宙を目指す話だったんで、私の そもそも東大のリーチに入ったのはロケットを飛ばしたいと思って、宇宙を目指して入ったんですが、ちょっとその後いろいろ経過がありまして、今は船橋の市議会議員として、になっております。ただこの、銀河鉄道水難のテーマから外れたかというと、実は意外に通底してるところがありまして、この銀河鉄道水難というのは実は、格差社会のことも描いてまして、スラム街にいた小城鉄道少年が母を殺された復讐のために旅立って、まあ、行くというのがスタートでありまして、格差社会のことを最初に描いてるんですね。で、船橋でも今格差が例えば経済的な格差で学習を受けられない子どもたちも私勉強していたりするんですが、格差社会の是正というのは私の政治的なテーマになっておりますので、まあ、宇宙にロケットを飛ばせないかったかもしれないけど、この銀河鉄道の水難の精神を受け継いでやらせていただいたいなという、やっぱり漫画と私の人生が切り離せないなと思っております。三河先生は編集からその教育の仕事に移られて今
活躍なんですが、まあ、これまで人生とか今後を含めてどういう形でこう漫画を通じて社会貢献されるか。そうですね、まあ、私は漫画にすごく影響を受けて育っていて、やっぱり漫画家になりたかったんですけれども、まあ、美大にでも入って漫画家に なればいいかななんてふわっと考えていたら美大に落ちてしまって普通の文系大学に行って、でそのところでちょっと縁があって家族は書店のあそこ編集部でアルバイトすることになって、で、まあ、そこで自分の大好きだった漫画家さんの生原稿というものを見てしまって、であまりにもレベルが高くてこれはいかん書けないと思って漫画家を諦めたという経緯がありましたが、まあ編集の仕事がすごく面白そうだったので、まあ、編集の仕事 をもうしたいなという感じで編集の業界に入っていきました。でそんな中で、まあ、先ほども話したんですけれども、自分は漫画に救われた人生を送っていて、目覚めの読者から目覚めに救われてますっていうコメントをいただいて、なんか漫画に恩返しができたかなっていう、ところで考えて、まあ、縁があって教育機関に来ているんですけれども、やっぱりその教育機関で学生に教えているのも、まあ、やっぱり漫画への恩返しですね。自分を救ってくれた漫画への恩返しですね。あと漫画編集者になって漫画に関わって見た目みたいな作品にも関われたし、非常になんかいろんな人とも出会って素晴らしい人生が送れたと思ってますの で、それは全部漫画のおかげなので、はい、まあ、まあ、ある程度年も取ってきたし、はいはい、もうちょっと心を育てるっていうことで、自分が持っている漫画を面白くするスキルだと思うんですけど、それを、まあ、伝えてそれを実践して漫画っていうものを盛り上げていってほしいなって思っております。本日はどうもありがとうございます。で最後にですが、私は本日2024年の7月の12日ですが、5年前の2019年の7月の18日に京アニの放火事件がありました。で36名 の、まあ、アニメを目指されている方が亡くなられた事件がありまして、本日三河さんにインタビューさせていただく前に、その現場に近いところに行きまして、まあ、駅からですけど手を合わせていただきました。で漫画やアニメを目指す、人たちが安全に暮らせるような社会、そしてできるだけ漫画アニメの発表の場が増えるような社会を目指して、これから発言していきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。